と EOSR5 の EF 性能について、この、天井から吊るしてある、100均で売っている、ですね、電気の延長の紐をこう揺らしてですね、これを、連射をねしてみたいと思います。EOSR5 に、ですね、EF レンズの、50mm の、1.2 のレンズを取り付けて、コントローリングアダプターで、連射実験をしてみました。いやー、驚きの、連射性能というか、AF 性能でした。